八炭十字架のボシビルスクでの十字漁。先導する八炭十字架とイコン。先頭の少年が持つのはイタリ生産者のイコン。八炭十字架は、ロシア正教会、ウクライナ正教会で頻繁に用いられ、ブルガリア正教会、セルビア正教会などのスラブ系正教会でよく、用いられる十字、十字架である。アメリカ正教会、フィンランド正教会、 日本正教会でも広く用いられている。また、古儀式派でも頻繁に用いられる。すなわち、ロシアだけで使われている十字ではないため、ロシア十字といった通称はあまり正確な呼び名ではない。ただし、ギリシャ正教会をはじめとしたギリシャ系の正教会ではあまり使われない。八単十字下の名称は八箇所の先端部分が存在することに由来する。 この十字のみが、聖教会の十字というわけではなく、他にもギリシャ十字などが、聖教会で多用される。以下、聖教会に関わる本校では、日本聖教会の訳語を断りなく、用いる場合がある。クレタのセオファニスによって16世紀に描かれた、ハリストスの卓形とそれを見守る人々が描かれた、聖教会の遺恨、罪状書きと足台、そして二人の盗賊も書き込まれており、 聖教会における伝承を忠実に反映している。アトス山のスタブロに来た修道院所蔵。上部と下部の2本の線が、ラテン十字と異なる形状上の特徴であり、これについて以下に詳述する。上部の線は、ハリストスの在場書きを表している。なお、札の部分の言葉は、聖教の解釈を反映し、ユダヤ人の王ではなく、光栄の王を、救世主と認めて、 楽園を約束されたという伝承に基づき、棒の左が下げられ、棒の右側が上げられた形になっている。なお、左右については、卓形に処せられたハリストスから見ての左右となる。この盗賊、カトリック教会では、聖、ディスマスと呼ばれるについての伝承に基づく祈祷文、全地なる盗賊が、聖代金曜日の早かで歌われる。主よ何時は、全地なる盗賊を一時に、 楽園に入るに頼る者と、試せり我をも十字架の木にて称して、救い飛球へ。参加最強、ジュナン修正大金曜日教会スラブ語ではこの聖歌は、冒頭の語句をとって、ゼーと呼ばれ、パベルチェスノコフやアレクサンドル・グレチャニノフをはじめとした、様々な作曲家が、この祈祷文に作曲した聖歌が、ロシアやブルガリアの聖教会で愛称されている、六単十字。 在状書き部分のない八端十字の形状をしている。八端十字架の他にも様々な通称が、この十字、十字架には用いられている。むしろ、八端十字架よりもこれらの通称の方が、通用性は高く、またいずれの通称も完全な誤りとは言い難い。しかし誤解を呼びやすい呼び名となっているものも、少なくない。以下ではそうした通称について解説する。また、 日本語で呼ばれるもののみならず、英語等の各国語での通称についても列挙する。ロシア十字、編集、日本のみならず、各国語でも、ロシア十字、ロシア十字化、ロシア正教会の十字化などとも呼ばれることがあるが、確かに、ロシア正教会で頻繁に使われる十字ではあるものの、以下の要因からあまり正確な表現ではない。正教会の十字、編集日本語ではあまり見られない表現であるが、 各国語でこの呼び名は見られる。確かに、聖教会で頻繁に用いられる十字ではあるが、以下の要因からあまり正確な表現ではない。横棒三本十字、編集英語で見られる名称。アメリカ聖教会の公式サイトでも使われている呼び名の一つであるが、横棒が三本ある十字としては他に、カトリック教会における教皇十字もある。その他の公会を呼びやすい通称、編集。 ありがとうございます。